ロシア連邦地域開発省は、ロシアの中央省庁の一つ。ロシア連邦における、社会経済開発の実施、ロシア連邦政府と、ロシア連邦構成体の連邦、国家関係、地方政治、国境を越えた協力、北極及びその周辺の開発、少数民族や先住民族の権利、コミュニティやライフスタイルの保護を担当している。二千八年十月十四日、 ドミトリー・コザクの副首相転出に伴い、ビクトル・バサルギンが地域開発省に任命された。ロシア連邦地域開発省には、本省に以下の部局が設置されていた。ゼーゼーファイ 14-2008?1477? ファイゼーゼーファイ 14?2008?1478? ゼーファイ2014年にイーゴリ・アルビンに改名。 ぜいぜいファイ17-2012-1412ぜいファイありがとうございます。